こんにちはレトスノーノです8月29 9月からはもう本格的に模試の時期に入っていくんですねまだ試験まで50日以上ありますのでここで課題を見つけて修正していけば今年の合格も十分可能です逆に課題に気づかずに勉強を進めてギリギリになって課題を見つけても対処できませんなので課題が見つかっていない課題がわからないという方は模試を行うといいでしょう もちろん、模試ををやるからには実力を上げたいいと思います。ただ、市販の模試もあるんですが、やはり解説が薄くて、自分で調べないと実力がつかないんですね。なので、時間効率が悪いです。予想模試の目的っていうのは、4択問題に慣れる、解けない問題を見つける、さらなる実力アップを図る、この3つなんですけども、これらを3つを満たす市販の模試ってあまりないんですね。 で一方で、これらを満たすように弊社レトスは模試を作成しております。そのため、解説は細かく、関連ポイントは考え方、答えの導き方まで記載しているので、調べることも少ないです。実力を上げたい。というのであれば、ぜひ弊社の予想模試お試しくださいで。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 賃借人 A は賃貸人 B に対する建物の賃料の支払いが不能になった場合 A は B に対する資金返還請求権を自動債権として弁債期が到来した賃料債務と対等額で相殺することができる○丸かばつかという問題です考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいでえ答えはえ賃借人 A は 敷金返還請求権を自動債権として総裁することはできませんので、誤りですね。この敷金返還請求権というのは、沈借物を明け渡した後に発生する権利なんですね。そのため、明け渡しがされていない以上、敷金返還請求権を持って総裁を主張することはできません。よって誤りだということですね。つなげて覚えることで、試験であれ、どっちだっけと迷わなくなります。 個別指導の受講者さんについては、受講者専用のメールマガで、えー、動画をお送りさせていただきますので、そちらで学習しましょう。それでは問い2に入ります。宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む、宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理、または媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない、丸かツかという問題です。まず、 宅検業の免許を受けていないものが、宅検業の取引を行っているんですね。で、この取引に、宅検業者が代理、もしくは売買として関与しているっていう状況です。この状況分かりますでしょうか。まず、免許を受けていないものがいますよね。例えば、売り主としていますと。で、売買業者、代理業者が間に入って、売り主と買い主、免許を受けていない売り主と買い主が売買契約をすると。まあ、こういった状況なんですよね。 でこの場合なんですけどもこの売り主は宅地建物取引業の取引を行うって書いてあるわけですよってことは売り主は宅建業の免許必要ですよね従ってこの宅建業の免許を受けていない者が行った取引っていうのは無免許事業に当たるということです従って答えはツなんですねつまり無免許事業者が宅建業の取引をした場合この取引に宅建業者が 代理業者だったり、媒介業者として関与していたとしても、無免許事業者が取引をしている以上を、この取引っていうのは無免許事業に当たるということなんですね。だからこの場合は、無免許事業者である、この売り主ですよね。先ほどの事例で言ったら、売り主が罰則を受けるということになります。この代理業者、媒介業者っていうのは、ちゃんとね、免許を受けて、代理とか媒介をやっているので問題ないんですけども、売り主が無免許事業で、宅建業を行っているっていうのであれば、この売り主がダメなので、この人が罰則を受けると。 いうことになるということです、ね、で問3ですねえ、市街区域内の農地を工作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸か罰かという問題です。でこれ、答えはツですね、市街区域内の農地を工作目的で取得する場合、原則通り農業委員会の許可が必要ですね。 そして今回の問題文を見ると農業委員会に届け出れば参上許可受ける必要はないって書いてありますよねこれが誤りですね届け出だけでいいという特例は参上許可にはないんですねで従って、えー、誤りなんですけどもこれ意外とこの点届け出だけでいいと勘違いしている方ですね混乱している方多いんですねでこれは理解できていないからなんですよ丸暗記でやってると大体こういったところで、えー、整理できていなくて で失点しますまた本試験の時に頭が真っ白になるもうこれは前提として頭真っ白になるって思って勉強した方がいいですよつまり何が言いたいかっていうと理解をしておけば頭が真っ白になったとしても答え導けるんですよで実際私自身もこの問題について許可か届け出かって覚えてないんですねその場で答えを導いてるんですよでこれどういうことかっていうとイメージとしては20たす25っていうのはこれ45ですよね で、これって、おそらく20、20たす25イコール45。これ、答え覚えてるっていう人いないと思うんですよ。その場で答え導きましたよね。20たす25、計算して答え45って導いてますよね。20たす25イコール45って、覚えてる人ってほとんどいないと思います。これ、数字変えましょうか。30たす25。これ、55ですよね。これも、今、計算したんですよね。 ここれ答えを導いたってことなんですよ。丸暗記っていうのは30たす25イコール5520たす25イコール45って答えをこう覚えるこれが丸暗記なんですよだからこういう人っていうのはじゃあ20たす20はって言われたら40ってこれ丸暗記で覚えていないから解けないんですよねでもこれ足し算のやり方を知っていたら20たす20は40ってこれ答え導けるし10たす10も20って答え導けますよねこれが理解学習なんですよ こういうふうに答えを導くっていうことをやっていくことが重要なんですね。個別指導ではこんなことを教えてるんですよ。だから今回の問題についても、答えを導くやり方をすれば、許可か届け出かってこれを覚えていなかったとしても、答え導けちゃうんですよね。だから私はこれを覚えてないんですよ。許可か届け出かなんかは。でも答えられるんです。こういったものを増やすことによって点数って上がってくるんですよね。丸暗記じゃなくて理解してるから答え導ける。 だから点数が40点とか45点とか普通に取れちゃうんですよ。問題が変わったとしてもそのくらいの点数って取れちゃうんですよねで。そういうふうな勉強の仕方をするってことがやっぱすごく必要なんですね。まあこういった考え方については今販売している予想模試の解説で行っております。個別指導を受講していない方でも弊社の予想模試使えば理解学習がどういったものか分かっていただけると思いますんでぜひ参考にしてみてください。残り1ヶ月半諦めずに頑張っていきましょう。 予想もしはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからぜひご確認くださいあなたのお申し込みをお待ちしておりますまたあなたの宅剣合格を応援しておりますレトスの小野でした